金沢美術工芸大学大学院修士課程絵画専攻映像コースの鈴木です。よろしくお願いします。このコースは大学院修士課程絵画専攻の中にある映像コースになります。これは本学の特色で映像を絵画の枠から捉え直し自身の表現研究へつなげるというものです。広い枠組みから 映像文化を学び、映像表現を探求することを目指しています。ここで、映像コースのカリキュラムを説明します。1年次のカリキュラムです。映像特論という授業があります。本学教員のほかに、各専門分野を持つ非常勤講師をお呼びして、アニメーション、映画、ゲーム、メディアアートなどの各専門分野の 映像制作論に加え映像表現の変遷や映画教育論などの映像学まで幅広く映像文化を学びます次に映像技法演習という授業を紹介します前半ではフィルムについて実際の制作課題を通して専門的に理解します主に8ミリフィルムや16ミリフィルムなど 小型フィルムを使用した実習を行い、今もなお受け継がれているメディアの変遷を体験します。後半ではデジタル機器を用いた映像制作技法のうち、ポストプロダクション及びマスタリングの技術について学びます。デジタルビデオの扱いから録音、編集、劇場公開用のマスターを起こすまでの一連の流れを学びます。映像制作1という授業では、 学生がそれぞれの企画案に基づき、政策研究テーマを定め、制作を進めます。本学教員や実際の映像制作の現場で活躍されている非常勤講師からの指導のもと、各自のテーマ、表現を深めていきます。最終的に、個々の作品提示とプレゼンテーションを伴う公表を行い、担当教員全員から研究内容に即した指導を受けます。 2年時は映像制作2として1年間を通して1年次に学んだ技術や興味から自身でテーマを決定し計画的に終了へ向けた作品制作を行います昨年の10月から新校舎へ移転しました各自の制作アトリエの充実に加えて簡易的なセット撮影録音カラーグレーディングの 各機能が整うコース教室また本学学生であれば誰でも使用できる共通工房のメディアセンターが設置され撮影録音カラー調整などのスタジオ群マスター試写を行うことができるシアターなどの設備が充実しました今年度からはより実践的な制作が行えるこれらの設備を活用しての授業が始まり映像表現について 総合的にまた専門的に研究することができます。最後にこのコースが求める学生のポイントを3つ紹介します。1. 映像に関する知識と技術を用い自主的に研究政策が行える人。2. 高度な表現技術を求め研究成果を国際的に発信する意欲を持った人。3. 映像文化や地域社会の発展に高い目的意識を持って臨む人です。今年入学した一年次生は、手書きアニメーション制作や映像を用いたインスタレーション作品の制作など、それぞれが、それぞれのメディアや手法を用いて研究を進めています。この映像コースでは、授業を通して、 自身の専門ではない分野に興味を持って知見を深めることができ、また自身の研究に関しては自主的に研究政策が行えることがこのコースで学ぶ上で大切なポイントになってきます。以上、映像コースから説明を行いいまましした。た。ありがとうございました